子の小説である新日本文学1946年3月号から連載が開始されたが当時の出版事情もあって雑誌掲載が完結しないまま1947年に川出書房から単行本が出版された第1回の毎日出版文化賞を受賞した1945年夏作家の石田裕子は政治犯として下告して あばしり刑務所に収監された夫、石田重吉を支えるために、あばしりに向かおうとしていたが、生官連絡船の便もなく、福島県郡山の実家の疎開先に一時、起流していた。8月15日、ひろこは、ポツダム宣言受諾の玉音放送を郡山で聞く。日本の敗戦を知ったひろこは、夫の帰還を予測して、ひとまず東京に戻り、準備を始めようとする。 すると、夫の弟が、広島で被爆して、行方不明だとの知らせを受け、山口県の夫の実家へ向かう。規定の消息がわからないままに、台風による水害も受ける中で、治安維持法の廃止と政治犯の釈放の知らせを知り、その中に、夫の名前があることを知る。東京に戻った方がいいという、夫の実家の人たちの意見もあり、ヒロコは、帰郷を決意する。しかし、 台風の被害は山陽地方に広がり、鉄道も普通になる中、ひろこは姫路から東へ馬車に乗って移動する。日本中がこうして移動しつつあると、ひろこは新しい時代の始まりを実感するのであった。終戦直後の日本列島を東北から山陽へと移動し、さらにそこから東京に戻るという主人公の動きから当時の社会の姿を描いた作品として読まれてきた。 映画監督の羽田澄子はおそらくこれがなかったら、その時の日本の状況をリアルに捉えるものがなかったと思いますと語っている。今に生きる宮本ゆり子、P116、ありがとうございます。